株式会社町おこしは、滋賀県森山市に拠点を置く日本の企業。アニメ、漫画、音楽、書籍のコンテンツ制作やイベントの企画を行うアーティストグループ、藤井組の運営母体である。現在、美和子放送とともに、知ったかぶりかいつぶりや、四月間などの地域密着コンテンツで、地元滋賀県の町おこしを行っている。 藤井組と美和子放送が中心となり、滋賀県民と一緒に作る町おこしプロジェクト。アミンチュとは、あわあわとした海のそばでのんびり暮らしていて、優しくて、どこか可愛らしい、そんな滋賀県の人をイメージした造語である。2008年6月23日から美和子放送で朝湯を中心に不定期に放送されている滋賀県産のアニメか番組。 滋賀県の県取り替えつぶりをモチーフにしたキャラクターが登場し、滋賀県のある、あるネタや、ダジャレネタなどの地産地笑いアニメ化を発表する。また2008年12月5日に、国白の歌一告白編がジョイサウンドから、滋賀限定でカラオケ配信され、現在では全国のジョイサウンドで、国白の歌一告白編。 お会いにくさま、安のおっさんカつぶりの3曲が配信されている。2009年5月1日には、うがからも、告白の歌いちっ告白編、4月万のテーマ、4月万体操の3曲の配信が開始された。兄つぶり赤い蝶ネクタイが、チャームポイントな、歌って踊れるカつぶり。たまに背伸びしたり白目を向いたりする。バックで、ちょこまかと踊るちびつぶりは兄、つぶりの弟。 兄、つぶりちびつぶりとよく似たキャラクターに、サングラス姿のかいつぶりかぶりシャスがいる。こいつぶり大きなリボンが、チャームポイントな女の子のかいつぶり。兄つぶりに夢中らしい。兄つぶりにちびつぶりがいるように、こいつぶりにも妹つぶりがいる。安のおっさんかいつぶりバーコード頭と、安弁が特徴的なおっさんのかいつぶり。毎年、 春になると、ビワコ一周アンギャを行い、7月1日ビワコの日を PR する。また、冬には、安野おっさん屋台アンギャと題して、屋台を引きながら、安野おっさん焼きという大判焼きを売って歩く。オレンジリボン、特殊詐欺防止、障害者雇用支援などの社会活動もサポートする。ビバビワばあさんかいつぶり左右に元気に踊るおばあさんのかいつぶり。 紛らわしい方言で若者をあたふたさせる。おかんつぶり家事や子育てに忙しいお母さんのかいつぶり。少しおとぼけなところがある。ビッシーネスコのネッシーよろしく、ビワコに現れる怪獣。滋賀県を守るご当地ヒーロー、滋賀つまむとその助手、水がめこちゃんが滋賀県各地ののほほん、ヒーローズを紹介するアニメ番組。これまでにシーズン1、シーズン2、 シーズン3が放映されており、2009年11月8日には、全シーズンを収録した DVD も発売されている。4月ンシガ県を守るヒーロー。シガは全く平和なので主役の割に出番が少ないが、本人はそのことを誇りにしている。シガ県賞の形をした顔で、美和子は、シガの1、6などと書かれた T シャツとマントを着用。 シーガーチャポンでヒーローを誕生させる。水亀子シガッツマンの助手。頭の上に水亀を乗せており、水亀の異変によって、各地のヒーローの活躍を察知する。シーズン3ではオープニングで様々なヒロインに変身し、ただでさえ少ないシガッツマンの出番を奪っていた。グローバルウィンマンシガッツマンのライバル。シガッツマンザ・ムービーで死闘を演じた。 のほほんヒーローズ滋賀県の各地を守る、いまいち頼りないヒーローたち。これまでに、片田、牧野、森山、阿戸川、信楽、加茂、大本、大江八幡、長浜、高賀、高南、瀬田、大津、安、大江舞子、滋賀、石部、高槻、五箇所、草津、是是、舞原、立東、大中、高島のヒーローが登場している。ヒーローの名前。 要し、得意技は、それぞれの地域の地名や地域特性にちなんでおり、例えば、カタタを守るヒーロー、カタッター A は、頭に、浮き緑、肩に、他のデザインがあり、カタッターのセリフと共にカスタネットを叩くことを、得意技としている。放送局は、電波法、放送法により、放送開始、終了時に、曲名告知を行わなければならないとされる。 この曲名告知の中にはかなり特徴を持ったものもあり、その作品のマニアも少なからず存在する。これに着目した藤井組は BBC がアミンチュテレビ BBC をキャッチコピーに採用した2009年10月から BBC と手を組んで終了時の曲名告知を終了劇場と銘打ち、アミンチュプロジェクトのキャラクターを用いて作品化した。そのクロージングで流れる曲は 先に寝ないで。新聞などのテレビ欄では終了劇場という一つの番組として掲載されている。このクロージングはパソコン向けの動画公開サイトで公開されており、また携帯電話向けに楽曲やビデオクリップをダウンロード販売している。滋賀県高架市柏木町を舞台に活躍するヒーローを描いた実写ドラマ。放映時間などは不定期で一話九十秒という、 短い時間で放映される。滋賀県、道県康賀市、滋賀町観光協会の講演を受ける。声優は、町おこしの社員や地元局アナウンサーの地元劇団員ほか、ナレーションを、茶尾佐々木が当てている。スーツアクターは、地元の劇団員である。また、グッズ制作などにおける、推しジャガーの半券仕様は、無料で提供している。ギャオでも放送されていた。 ニュースにアネット、ショックウェーブアワード2007受賞作品決定。ウェブレ、モバイレ、ブロガレ、ティシーグループ、ショックウェーブエンターテインメント株式会社リリース。2009年11月24日閲覧。マイコミジャーナル、ワンアイデアで心を動かす、対、1、クリックアワードの優秀作品が決定。2009年11月29日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2009年11月24日閲覧、美ワコーツ経済新聞、県民参加型ご当地アニメ、4月満くさで上映、連日満席に、2009年11月24日閲覧、藤井組、日本民間放送連盟賞、受賞、2009年11月24日閲覧、アミンチオーミジン、アミンチオーミジンって、 2009年11月24日閲覧。藤井組。お誕生日。2009年11月24日閲覧。知ったかぶりかいつぶり制作委員会。知ったかぶりかいつぶり。カラオケで歌おう。2009年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月24日閲覧。joysound.com。楽曲検索。藤井組。 2009年11月24日閲覧。藤井組。知ったかぶりかいつぶりカラオケ速報。うが。2009年11月24日閲覧。カラオケうが。うが楽曲検索。藤井組千恵子。2009年11月24日閲覧。藤井組。4月ン DVD 発売決定。2010年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年11月24日閲覧、ありがとうございます。